さあ行きましょう。はい、はい、RC 東郷どうもこんにちは、ラジコの方です。リスノリさんです。はい、リスノリさんね、今日はね、前回も紹介したと思うんですけども、はい、またナードダンパーちょっとね組んじゃおうかなと思ってね。よかったですね、あれね。あれめちゃくちゃいいですねみんなもね、ものすごい興味がものすごいあるんで、ある商品ですよね、まあただね、今まであれいつ組んだっけ、あれ2ヶ月ぐらい前、2ヶ月ぐらい前ですね、に組んで、まあ、使ってるんですけれども、 HRC の堀屋さんのこういう部品を使うといいよっていう推奨してもらってるやつを使って、全く問題がないです。オイルもね、全くないです。完璧ですずっとスルスルです。もう未だにダンパーはバラしてません。バラしてませんってことは精度めちゃくちゃいいよね。めちゃくちゃいいですね。ね、普通だとね、もう2ヶ月も経つとだいぶ下手ってくるんだけどね、だからその傾向は、ほとんど見られないっていう感じられないですね。まあよくね、高すぎるだろう、なんだかんだろうっていう人はね結構いるんですけれども、実際のところこれ発売するとすぐ完売になっちゃう、完売ですね、だから分かってる人には本当によく分かってるその商品にはこれなるんですよね、その値段だけ見てしまうとうんってなるかもしれんですけど、ただやっぱり組んで使ってみると、まあ、その価値は十分にあるんじゃないかなと思います。ですよね、まあ僕も本当にそういうふうに思いますよね、もう高いからついて、ちょっと避けてるともすぐ売り切れちゃう商品なので、早く買った方がいいと思います。ちなみにね、ここの某誰かなんですけれども、このナードダンパーは本当にね、トップな感じなんですけどね、ローションダンパーを作ったっていうやつがいるんですよ。ローションダンパー、わかります？言ってますよね、ローション。あれで、ダンパーをね、組んだっていうのがいて、まあ、結構良かったとは言ってたんですけどね、さすがにね、このナードダンパーにはね、ローションが組めんなって。いや、ダメダメ。結構精密なんでね、ダメです。これやるとちょっとローションをぶち込むのはちょっとまずいのかなっていうふうに思って、まあその本人曰くね、ローションダンパーだと、まあ二度おいしいと。ダンパーで使ってオーバーホールするときに、その使い終わったローションで、ローションの方をね、また再利用できるからね、いいのかなと思ってね。一応彼には鉄粉が刺さる可能性もあるので気をつけろよと言っておきました。注意が必要ですね。注意必要ですよね。血だらけになってもいけないんで皆さん分かりますよねっていう、はい、そんな感じなんでね、ちょっとまたやっていきたいと思うんですけれども、今回ね、こういう感じで赤の缶ですね。これビッグボア用で横尾さん用のやつになっております、ナードダンパーシャフトビッグボア用というふうに、なっておりますんでね、で、オイルはね、今回20番、30番っていうのもね、ありますけれども、とりあえず比較のために、まずはその10番の方を入れてみたいと思います。まあ粘土を変えたい人は20番、30番っていう専用のオイルがあるんで、こちらの方を使っていることをお勧めいたします。一応精密なんでね、万が一、まあ、詰まることはないだろうけれども、万が一になんか起きると嫌だもんね。そうですね、でも、あれだけのスペースにね、はい、調整機能入れてるんで、そうですよね、やっぱりね、HRC さんの推奨オイルが一番いいかなと思います。はい、そうですね。で、これね、あとね、このあとリテーナーですよね、専用リテーナーっていうのがあるんで、ね、これは必須だね、はっきり言って、これないとちょっと、ちょっと偉いね。これないとちょっと偉いですね、まあいろいろ自分で工作できる人は全然いいと思うんですけども、と、あとは、まあ横物ビッグボアショックセットね、を使ってと。やっぱりその横尾さんのビッグボアを使ってる人っていうのは結構かなり多いらしくて、そうです、ね、やっぱそういう要望が多かったというところなんですよね、あとね、また前回同様ね、このアルミのボールだとか、はい、これ大事です。あとこれ何だっけ、ダンパーエンド、エンドボールね、はい、これタミヤさんですね、はい、であとおすすめはこの横尾さんのハイグレードオーリングね、これがおすすめらしいんで、はい、これも用意しました。で、ダイヤフラムなんですけれども、最初この YS-8HD ってやつを買ってしまったんですけども、これじゃないっていうことが判明して、B7 の BDF16 ってこっちですよね、ちょっと大きいんですよね、こちらの方をね、使うっていうのを
僕は前回イロハに行った時にこれがいっぱい置いてあってやってもらったと思ってね、その場でイロハさんで購入させていただきました。これでね組んでいきたいと思います。なんでじゃああとね、あ、そうです、前回ね、ダンパー組む時にこれがなかったんで、はい、ダンパースタンド、はい、ついにこれも用意してやっちゃいます。まあ、これもねやっぱりあると便利で、そうですね、でやっぱ気分も上がるんだよね。はい、じゃあねもう組んでいきましょう。はい、はい、お願いします。まあでもね、本当に10番ですけど、はい、10番ですね、はい、まあ、一度もあれから使ってません。入れっぱなしです。精度が良すぎるのかな。めちゃくちゃいいよねこれ。うん、はい、肉棒はダンパーです。うん、おっ、さくやくん髪が切ったな。筋肉マン出てくるゴブ狩りデカみたいな。あっ、分からんだろ。もうだいぶ動画に慣れてきた。動画慣れしたからね。いきなりめちゃくちゃ振られて大変だろいつも、うん。はい、これね、できましたね。これあると便利ですよ。はい。ちょっといろんなメーカーになったんだけどね、これが一番安そうだったんで。でもこの窓ダンパーってね、倒立で使ってて、オイルなんか漏れるわけないよね、これ。まあ、もともと漏れにくい使い方ですけど、ただ、うん、結構オイルはね、こう、サラッサラ。サラサラなんですけど、やっぱ漏れない。漏れない。オリンはなんかこれが、うん、これね、エキスパートな方々よく使ってますよ。これが一番良かったよーって大概言われますね。これね。はい。はい。あ、みんなやっぱこれいいって言う？うん。うん、ちょっと何個か僕を手伝いましょうか。そうですね。時短で。時短。結構硬いのこれ。うん、硬いっちゃ、この硬かったかな。あれ、なんでこんな硬い？やっぱりオイル刺す？オイル塗って変わるかな、これ。あれ、なんでこんな硬いこれ。うん、一箇所ちょろっと見ると広がるでしょ。うん、どう、変わる？うん、変わった。そう、全然違う。うん、これね、これ、めっちゃ硬いんだけど、今これ、1、2滴ちょろちょろってやると、これ回しちゃうよ。あー、全然違うよ。日陰さんのビアリングオイル塗ったら、なんか、どれよ、これ。スルスル入るようになりました。なんだろう、初めてです。こんなに硬いの。いや、でもね、たまになんか塗っとるっていう人おったもんね。うん、もしかしたら横間さんのやつは、その辺で交差がきつめに作ってあるのかもしれないね。そうですね。うん、ここね、まあ確かに、あんまりゆるゆるだと、ずれちゃう時があるね。うんうん、すごいちっちゃいんだ、これ何つってたか。確かこれドライ系なんで塗って最高みたいな。最高、うん、なんか怒られそうですね。なんで何を塗っとんねん。これおすすめですね。皆さんオイル塗った方がいいよ。絶対塗った硬い場合はね。硬い場合はスルスル入るんだよね。うん、ナノダンパーシャフトの方入れてみます。まあ今何もやってないですけど、まあ見た目にもこう、結構パッと中覗いても、うん、クリアランス狭そうで精度良さそうな樹脂のね、安いやつだったからね、うん、ガバガバだったり全く動かんやつとかっていうのはあるんだけども、うん、たまに。あーで、さあ僕の作業は完了しましたね。本当はね、これOD のX リングでもっていうことは言っとったんだけれども、うん、そうするとSIM調整がちょっと発生するって言ってたんで、そうなったらまあ今回はそのおすすめのやつ、うんうん、前回ね、そのフォリーヤさん HRC の社長さんね、うん、おすすめ通りに組んだらもう抜群にいいもんで、うん、あ、今回もね、うん、これ逆らっちゃ感じだ。逆らっちゃいないですね。前回のね、イロハの遠征行った時のケンさんと話しとってね、逆らっちゃう感じだね。やっぱりね、ホリーラさんにしてもケンさんにしても、うん、理論がね、そうですね、うん、説明を聞いててもね、うん、あそうだなっていうね、うん、あ、そういうあれかとかね、ガチでリズメなんで、うん、しかもね、分かりやすくね、うん、説明していただけるんで、どう？もうこの仮組でね、期待感満載。やべ、揺れないんですよね、このシャフトがね、ガッタガタじゃないんで、うん、やっぱり普通じゃないですか。どんな感じだったっけ。もう少しね、やっぱクリアランス取ってるんで、うんうん、あとこの、ピストン、ピストンですね、ピストンがちょっと分厚くなって、こういうふうに、ね、分厚くなって、うん、分厚くなってて、うん、まあ、ちょっとこれ見にくいんですけど、分厚くなってて、要は真ん中に溝が掘ってあってね、うん、抵抗も減らしてるっていうところもあるんで、はいはい、これいいね、いいね、これやば、はい、1本、ね、
すみません、まだ1分だけだよ、ね、なんか、ま、負けってことですね。憧れの、なんだった。あ、ここなんか取扱説明書っていうかね、この、うん、あ裏にね QR コードが QR コードがついてます、うん、はい、やっぱり普通のヨコモと比べてもかなりスムーズ。スムーズですね。まあまあ、もともとビコンはスムーズな方ですけれど、うん、やっぱさらにっていうね。さらにっていう、うん、いつも撮ると緊張するんですけどね。うん、これね、これいいのかなみたいな。ほんとスコッと入るね、これ、うん、ほんとね、ピタッゴリッとかね、うん、そういうのがもう全くない、うん、はい、とりあえずオーリングにオイル塗って、はい、はい、まあ、まあ、こんな感じで、うん、すごいシャビシャビだね、これ。これがありゃ、これの上で組んどきゃいいんだよね、よく考えたら。まあ、ダンパースタンドの代わりにもなるって言いますけどね。うん、まあ、でも、これはこれであった方が。これ使っとる人多いもんね。うん、結構多いですね、うん。これ、タミヤのね、エア抜きのツールになります。エアリムーバーっていうのかな。泡のなくなるのをじーっと待つよりもね、すぐやってくれるんで。これ、エア噛んじゃってるとどういう症状が出ますか。多分この一本が動いていくに従って、うん、その気泡が多分熱とかでガナガナ膨張してきて、あの渋なったり、うん、渋なったりパンパンになったりするね、はいはい、さあまた足していきますか。さあダイヤフラムの方ね、ダイヤフラムを乗っけていきます。はい、素晴らしい。えこの感触がね、もうめちゃめちゃ素晴らしいですね。やべ、すごいよ、なんかね、何こ感触がね、やっぱり全然違うね、これ全然本当に違う。片付いてはいないし、うん、かといってその動きにね、うん、渋さとかそういうのも全然ないんで、やべ、もう相変わらず、うん、相変わらず神の領域に来ましたね、また、うん、すごいね、これ。やっぱりこの精度の高さがね、うんうん、なんかこれのね、SS ってやつがよう売れとるっちゅうんだけれども、うん、もっとスルスルに動くやつ、うんうん、なんだけど、まあ、ぶっちゃけこれで十分じゃねえみたいな、十分十分、うん、感じもするんですけどね、うん、まあ本当にそういう柔らかいところね、欲しい人っちゅうんで、うん、はい、4本できました。リテーナーね、はい、こちら当てちゃいます。よいしょ、フッ素コートアルミボールナット、それがね、スルッとはまるかなみたいな。そうですね、うん、ちょっとこれは、あ、硬いわ、硬い、やってみてください。あ、確かにちょっと渋いね。なので、でまあ今回はこの、うん、ちょっとね、ここのフッ素、タミヤさんのフッ素ね、アルミボール、うん、フッ素コートアルミボールナットなんですけれども、はい、まあ、どちらも精度はいいんですけれども、このナノダンパーのね、こちらのネジの部分をね、ちょっとかなりギチギチの精度で作ってあるんでね、はい、気持ちちょっと渋いところがあるんで、そういう時はね、この、タップでちょっとネジの方をね、少し揉んでやってやりたいと思います、うん、はい、まあこんな感じで、うん、グリグリグリっと、うん、あ、結構削れるもんな。これ3ミリだよね。3ミリですね。結構削れるってことは、うん、まあフッ素コート、フッ素コート自体の、うん、コーティングがちょっと乗っとる分、うん、渋くなるのかな、これ、うん、いや結構削れる。ほんとじゃあフッ素コートが、フッ素コート結構ね、こう削れる。あれカスすごいじゃん、これすごいよ、これ。どうする、エアで拭く、それ。うん、拭いた方がいいな、これ、うん、ごめん、これ見た感じそんなにあれですけどね。それやとどうですか、入ってくる。あ、これもスルスル、スルスル、うん、やっぱりやっぱじゃあ全部開けてエアで拭きましょうか。うん、このぐらいスルスル、もう少し攻め込んできたかな。そうですね、より交差的なもので、うん、うん、それにしてもなんか M3 で偉い
ね、こんなに出ないもんね。この N3 もんでもさ、うん、そうやったらもう、おおむね、かかったかかからんかぐらいで、ちょこっと、はいはいはい。なんか引っかかったか、ところがあったかなぐらいのはずだけど、はいはいはい。こんだけかかるのね。まあ、精度をね、徹底的に求めていくと、まあ、しゃあねえや、みたいな。しちゃうんだろうな、まあ、でもね、事前に、ね、これ確か HRC さんから。のブログでちょっと上がってた。こっちっていうか、うん、ね、情報が、あったので、うん、まあ大丈夫ですけどね。リテナーの方はね、うん、本当にリテナーするんだもんね。問題なく回っちゃうんで、うん、コーティングのがちょっと変わったのかな、交差かな。うん、交差ですね。ちょっとね。うん、で簡単に減衰が返れて、まあ、バネ交換はまあちょっと大変だ。うん、そうですね。ねだけれども、どもっていうことだね、うん。もうでもあれもバネ変えたことないですね。セットが出てしまってからは。とりあえず皿の下まで来そうですね。一旦あと微調整は車に合わせて。あ、いいよ。はい。ですね。ここまでできたら、うん、次はこの赤いやつね。赤い頭つけます。前回同様ね、この中に取り付け用のセットボルトが入ってますんで、なくさないように気をつけましょう。繊細なんですね。強引にやって。曲がっちゃうとこれ終わっちゃうもん、ね、ああそこはもう最新の注意が必要ですね、うんうん、曲がっちゃうのねこれ15,000円パーですよね、うん、ですよね、うん、まあひとまず完成組み立ては完了しました。これは参考までにいっぱいまで締めたやつと電源締め込んでない、まあ結構かまあ重くはなると思います。ブニョンと、うん、これがほぼフリーほぼフリー、うん、ブニョン、あ、全然違うね、全然違いますね、全然違うね、はい、はい、ということで、はい、はい、こういう感じでね、はい、4本組めました、はい、今からね、うん、マシンの方に積んでこれなんか長さが違う、あ、締めたやつと締めたやつ、あ、そう、うん、これいっぱいまで締めて、うんうん、一瞬あの、こうやってね、ちょっとあれ、長さが違うなと思ってこれし締め込んだやつ、はい、フリーのやつっていうのね、はい、あの決してあの調子の悪いやつというわけではないんでね、はいはい、さて、うんはい、あの組み終わったんですけどね、はいまあ、今回2回目っていう風であの組みましたと、まあ相変わらずスルスルだなっていうところですよね、うん、もう前回同様、うん、ケチの付けどころがないないっすね、ないっす、まあこれをねあのまたマシンの方にねまた今度つけていこうと思います、ね、そうですね、ちょっとあのまあ車高とかね、はい、合わせないといけない部分もありますね。そうですよね、はい、じゃあねやりたいと思います。今日は組み立てっていうところになりますのでね、はい、はい、あのちゃんと HRC さんの、 あのダンパーオイルの方を使って組みましたというふうになっております、うんはい、決してローションは使ってませんじゃあそんな感じなんでね、はい、あの、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。